村上でございます。今日はグリーンピースとイカを煮たやつ、煮たお料理だね、ご紹介します。材料説明します。まずさっきチロッと言ったね、グリーンピフレッシュなグリーンピース、これ冷凍のグリーンピース使ってもらっても全然構わないです。ほんでホタルイカ、今日これもう火入ってるやつ使っちゃいます。であとトマト、ミニトマトですけど普通の大きいトマト湯むきして使ってもらってもいいです。今日ミニトマトのんでこのままカットして使いたいなと。で玉ねぎ、今日これ新玉、ちっちゃいのも新玉って言うんで新玉にしますけれども、普通の玉ねぎでも OK。 あとイタリアンパセリ、オリーブオイル、お塩、これで作っていきます。まず最初にホタルイカ、このまま使っちゃってもいいんだけど、食べる時のことを考えると、ここに目ん玉ついてます。この目ん玉、目ん玉ピュッピュッ出す、うん、硬いんだよね。で、そうでちょっとだけ食べるんだったらいいけどさ、今日これで250、今日 300g はないんだけど、うん、あるからさ、これのイカの目ん玉がさ、ポロポロ火入ると落ちてくるのね、うん、それがね料理の中に入ってると思うとさ、うん、食べづらいし嫌なので取ります。あともう一つ、うん、ここのね、ここピュッて足を開くと、うん、ここにくちばしがあります。これ手でもピッて取れるんだけど、こういうお魚のトゲを抜くやつ、それの先っぽつなってピュッで抜きます。できるか、できるよ。こんな感じでね、やっておくと食べる人に親切だ。じゃあ、あとこれお願いしていい、めっちゃ、はい、よろしく。はい、その間にじゃあ私玉ねぎとかトマト切っとくね。玉ねぎ粗みじんでいいです。新玉だったら半分とか4分の1ぐらいでいいです。で、あとトマト、おお転がってきた。いや、これはどっちみちこっちは煮てって形なくなるんで、適当にこういう大きさでしていきます。はい、あとはイタリアンパセリ、粗みじん切りにします。で、お鍋も火ついてます。ここにオリーブオイル、空気入んないと出てこないんだ、空気と。2、3杯入れます。で、ここに玉ねぎ入れて、ずっとしんなり、ちょっと透明な感じになるまで炒めます。ちょっと火が強かったね。ちょっとこんなしんやりしんなりしてきました。焦がす必要はない、茶色とかきつね色にする必要はないので、ちょっとこう透明になったらで OK です。あら、でグリーンピース、
でまた来たから、はい、これにしようかな。あ、今日、うん、それだってメイさん知らなかっただけで、あ、今日こんな鞘から出しました。はい、グリュー、種類、うん、あ、白鳥、うん、正種類なの、うん、って書いてある。うん、こうなんかグリーンピース全体に混ぜてオイルが行き渡る感じになったら、うん、トマトも入れちゃうね。うん、い綺麗だよ、今見えないでしょ、中、うんうん、赤と緑と白い、綺麗だ、イタリアカラーやん。本当だ。でも今日さ、ホタルイカはもう、さっと火入ってるじゃない。うん、だから、そんなにがっつり煮る必要はないので、うん、まずは、このグリーンピース、煮ていきたいと思います。うん、ちょっとお塩して、ちょっとじゃなかったね。うん、しっかり入ったね。うん、少し火を強くして、お水入れます。ひたひたってなるぐらいで、ひたっと程度で、あ、もう気持ちかな、卵を落としとこ、これをちょっと煮ていきます。グリーンピースがこんな感じで、ね、もう柔らかくなったので、うん、ここで、はい、ドド目とね、くちばしだけ取ったやつ入れて、ね、これね、もろいのよ、あのホタルイカちゃんなので、あんまりぐちゃぐちゃいじらずに入れて、ちょっと軽く煮ます。で、イタリアンパセリバッ、うん、いいね。これでもうちょっと煮ます。グリーンピースがいいね、色が変わりましたよ。一体5分ぐらい、さっき入れ、あの、なんかホタルイカ入れてから5分ぐらい経ちました。あのホタルイカの味噌、ホタルイカの味噌、ホタルイカの味噌がスープの中に出て、あの、いい香りしてくる。ホタルイカに味噌があるの？うん、味噌？内臓？そういうこと、そういうこと、味噌入れたわけじゃないの、うん、で、ちょっと味見をしましょうか。あの、ほら、魚介系だとさ、最初にお塩決めちゃうと、こういう魚介からも塩分出てきたりするんで、うん、最初からね、決めない方がいいと。はいよ、うん、やった、ちょっと味見して、ホタルイカ、うん、これにお塩足しました、うん、で、今日あの鷹の爪とか胡椒とか入れてないんだけど、うん、あの鷹の爪入れてピリ辛にしてもいいです、うん、じゃあちょっとこうスープ、これぐらい残ってるんだけど、これで出来上がりです。火止めます。このスープはパンに染み込ませて食べてください。